Wi-Fi とはパソコンやスマートフォン、タブレット、ゲーム機などのネットワーク接続に対応した機器を無線でインターネットに接続するデータ通信方式です。モバイルネットワークでは速度制限などがあります。様々な施設内やご自宅にある Wi-Fi ネットワークを使用することによって、料金を気にせずインターネットで動画の視聴やアプリのダウンロードなどを楽しむことができます。それでは設定してみましょう。ホーム画面を上にスライドして、設定をタップします。接続をタップします。Wi-Fi をタップします。画面上部のスイッチをタップして、オンになっていることを確認します。ネットワーク名とパスワードは、無線 LAN ルーターの側面などに記載されています。ネットワーク名は SSID と記載されていることもあります。接続するネットワークをタップします。パスワードを入力します。接続をタップします。ネットワーク名の下に接続済みと表示されたら設定完了です。